大阪府立住吉高等学校。大阪府立住吉高等学校は、大阪府大阪市安倍野区にある全日制の公立専門高等学校。1922年に15番目の府立中学校として創立。中等教育機関の入学難を緩和させるため、大阪府が対象中期に新設した旧正中学校5校の一つ。高や制服はなく、 高訓に自主自立を掲げる。高地は手塚山地域の外れに位置し、古今和歌州に歌われた住吉の岸の姫松が四本自生している。近くには安倍の神社や安倍王子神社、安倍の生命生誕生地とされる安倍の生命神社もある。創立時はまだ大阪地域ではなく東成郡旧住吉郡住吉村だったことから、 公明に住吉の名前を冠した。従来は全日制普通科高校で、また1990年には国際教養科を設置して2学科体制となっていた。2005年に府北部の千里高校、府南部の仙北高校と共に専門高校、国際科学高校に移行した。学科は文系の国際文化科取り系の 総合科学科の二つを持ち、二学期制で七元授業。国際文化科は、他校の国際教養科に比べ、見て、聞いて、感じる教育に重点を置いており、二泊三日の英語合宿も行う。総合科学科も、他校の理数科に比べ、実験、実習を通じ、探求心を育成する実学に重点を置いており、やはり二泊三日で、実験合宿を行っている。 国際を掲げる学校らしく、短期オーストラリア留学や韓国研修などがあり、台湾、台北市の台北市立中山女子高級中学と姉妹校提携を結んでおり、修学旅行の際に同校へ、その後春前に同校の生徒が来日する。在日韓国、朝鮮人の指定も多く、2008年で5%、KCS、韓国文化研究会、 コリアンカルチャー・スタディズの略というクラブがある。また、人権教育や多文化教育に力を入れている。在日外国人と指定向けに多文化振動ガイダンスも行っている。2011年より、イングリッシュ・フロンティア・ハイ・スクールズ G3 グレード校に指定されている。1922年の創立当初は、大阪府立第15中学校の歌唱で、 大阪府立北の中学校内に仮校舎を設置する形で発足した。翌1923年、東成郡住吉村、現在地に校舎が完成して移転し、校名も大阪府立住吉中学校に改めた。旧制大阪高等学校が近隣にあり、現在の阪南団地、同校へ進学する生徒の多い学校であった。1947年には、 学生改革により、旧正中学校2から3年の生徒を、併設中学校に、過渡的に移行し、また新生大阪市立安倍の第4中学校、現在の大阪市立松虫中学校に、教室の一部を貸し出した。1948年の学生改革により、新生大阪府立住吉高等学校が発足した。全日制普通科高校として出発し、 大阪府立安部屋高等学校、旧制大阪府立安部屋高等女学校と生徒を交流して男女教学となった。一方で義務教育の校舎確保を優先とした方針により、安部屋高等学校校舎が新生中学校校舎に転用されることになったため、安部屋高等学校は一時期、住吉高等学校校舎内に移転し2校同居する形になった。 新生中学校の独立校舎確保に伴い、安倍谷高等学校は1951年までに元の敷地に復帰している。1990年には国際教養科が併設された。同科には学区は設定されず、府内全域からの入学が可能だった。国際教養科を機に、英語のみ、使用の授業や英字新聞を作るなどの改革を進めていた折、 1999年に大阪府教育委員会が教育改革プログラムで全日政府立高等学校特色づくり再編整備計画をまとめる。同じ第六学区、当時の今宮高校がすでに総合学科高校へ移行していたことか国際教育、科学教育に特化する専門高校へ改編されることとなった。いわゆる修学旅行のことである。旅行先は 台湾となっている。例年12月に1週間程度、現地の生徒との交流会や、観光、現地企業見学、現地学習などをする。帰国後生徒たちは全員プレゼンテーションを行う。9月の金曜日、土曜日に2日間かけ行われる。通常金曜日は在学生のみで行われ、土曜日は初開放される、幼少体験。学生は、クラス単位で、 舞台演劇や飲食、展示などを行う。また文化部は、それとは、独自に参加しても良いが、運動部は禁止されている。毎年5月に行われる。4段に分かれ、各段3年生を中心として行事に取り組む。種目の一つに応援合戦というものがあり、一般生徒は当日まで応援団と共に、応援合戦の練習や、 各グループに別れ団の看板制作や、団旗のデザインなどをし、応援団に所属する生徒は早朝、昼休み、団 T シャツ等の作成をする。全1年生がプレゼンを行う。テーマは、自分で決定する。それに関して、論文も仕上げなくてはならない。優秀者は別の日に100人ほどの前で発表する場を与えられる。 総合科学科の1年生が9月に2泊3日で、他府県へ出かけ、科学実験の基本技術を学ぶ。解剖や、現地での生物採取、天体観測など普段学校ではできない、実験、講義などが行われる。国際文化科の1年生が3月に2泊3日で、英語学習のための合宿を国内で行う。国内で、海外ホームステイをしているような体験をするのが目的で、 原則日本語禁止。英語でディベートなど母語話者と一緒に英語に関した学習を行う。体育館に新入生が集められ、先輩たちから歓迎を受ける。実地会が主導で開催し、教師の干渉は一切ない。歓迎とあるが、その実態は、クラブの勧誘、及びその存在を認識してもらう場となっている。ファッション部、ダンス部などは、もちろんのこと。 体操部、ラグビー部などの運動部も、壇上で何らかの芸を披露する。毎年12月に開催されていた、雨天中止、希望する運動部及び文化部が参加し、近くにある、もず池を各クラブが集会していた。春季、夏季の長期休業期に実施、2012年度より開始、毎年7月の夏休み開始直後に7泊10日で行われる。 現地の大学で現地チューターと共に過ごし、月曜日から金曜日まで大学内で住吉高校生のために特別に作られた授業を受けながら寮生活をする。土曜日はマウントレーニアでハイキングを行う。日曜日はシアトル市内を散策し、平日で学んだ英語を活かす。シドニー方面への研修。毎年8月初旬に実施。こちらは シアトル研修とは違い、現地にホームステイをする。現地高校にホストファミリーの生徒と共に通い、一般授業に参加する。なお、これら二つの研修に同時申し込みはできない。2年に一度、奇数年に8月中旬に2泊3日で行われる。2015年度はマーズが韓国国内で流行したため中止となっている。こちらは英語圏でないため、 シアトル・オーストリア研修のどちらかと同時申し込みも可能である。毎年3月下旬に行われる。生徒の参加はわずかに2人で、住吉高校からの付き添い教員もいない。現地の日本人に案内してもらい、大学に通う。こちらは、高校主催ではなく、講演会の主催である。そのため、成績優秀者の選抜形式となる。2年に一度、 たま数年に行われる。2014年はカンボジアで行われた。2017年はカンボジア、ベトナムで行われた。これらの研修には所属部活を問わず参加することができる。ケンブリッジ研修毎年3月下旬から4月にかけて行われる。成績優秀者3名を2年の中から選抜され、OB e 会からの支援金により無料で行くことができる。 現地ではホームステイをして語学学校に通うことになる。住吉高校に校歌は存在しないが代わりに生徒歌と重工式と呼ばれる歌が存在する。生徒歌は作詞自治会選作曲寺本節夫。通常校歌を使用するような場面では生徒歌を使用する。住吉高校式は作詞真由村拓作曲小谷千瀬子。 なお旧制住吉中学校時代の校歌は存在する。歌詞はすべて住吉高校の公式サイトで公開されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。